じゃあすいません、今日はよろしくお願いします。はい、で主な内容ですけど、一応ちょっと簡単なレジュメをして手元に置きました。はい、ですね、まず福岡商工会議所の女性会のホームページができましたので、それをちょっとチェックしてみましょう。ちょっと外から一遍見てみます。そしてそれを見ると、いわゆる昔のツイッター、今 X で言いますと、インスタグラムとフェイスブックのこうマークがこう出てくるんですけど、それがそれぞれの女性会のページです。女性会のツイッター、インスタ、女性会のツイッター、インスタグラム、女性会のフェイスブックのページになってます。なので、あ、なるほど、こういうことなんだなっていうのをちょっと今から見ていただきます。そして具体的には LINE に入ってもらって、で多分 LINE のイベントの作り方とかがある分かると便利だって多分思ってらっしゃいますよね。例えば分科会で今度何々しますって例えば約束したとするでしょ。そしたら例えば今日、それは次にしよう。あ、それいいです。まだいい、なんとなく来たじゃんね。まず次行こうよ。そこまで話してもらったら、わかりました。じゃあちょっととりあえずそのこれでクイズ、それでまずですね、そう、ちょっとクイズします。クイズ、ちょっとそこに立っていただいていいですか。そう、はい、でこれでもそれでも直接でもいいですから、まあこれで、はい、そしたら、はい、LINE のアプリはどれですか。はい、インスタのアプリはどれですか。はい、インスタ、はい、はい、そうです。ではフェイスブックのはどれですか。マークだけ見たら、そうです、はい。じゃあその、昔のツイッター、今の X はどれですか。X ってあるじゃないですか。いやいや、いいです、いいです、そういうことです、そういうことです。はい、はい、素晴らしいです。はい、視力 1.5 はい、ということで一応それでもうそのロゴっていうのが分かるわけです。はい、それでちょっと、女性会のホームページを皆さんもちょっと手元でね検索してみていただいていいですか。検索は何で検索されますか。 Google でもいいし、その何でもいいです。日頃自分がちょっと何か検索するっていう時の検索で使ってみてください。いわゆる QR コードで飛ぶんではなくて、でもね、してみてください。サファリですよね、私ね。サファリでもいいです。それからとにかくちょっと分かったことがあった。これサファリだ。Google 検索でもいいですし、Yahoo でもいいし、サファリでもいいし、サファリというのはあくまでもこれは iPhone のことですから、他の検索、とにかくなんか専門用語では検索エンジンって言うんですって。もうそれ検索エンジンとか言葉知らんでいいけん、検索してみろうと思ってパッと検索できるってすごく大事なことです。だけどね、ソフトバンクじゃない、iPhone の人は Google から入ればいいんですね。いいですよ、いいと、そのやり方はいいとよ。どっから入ってもらうって構わないけど、慣れとくってことが大事なんですよ。で、なんでね、この検索してみてくださいって言おうかっていうと、例えばテレビを見よったりなんかでもいいっちゃうけど、あら、それどういう意味やろうかって検索するとね、やっぱ結構知識って広がるんです。で、そこで検索すると検索がメモのように残りますので、後からまた読み、自分が、これが途中やったってことになりますから、よくその検索っていうのをね、ちょっと癖にしとってください。はい、はい、そしたら広がって、Google から今福岡商工会議所女性会というのを、だこれにできました。これを押さない。そう。そしたらこのページが入るはずです。今このページに入られたら一応ここで待っとってください。そう。だけどそこにしてもらっとったらいい。私は横向きですけど。こうしとく。そうやね。一旦要するに、もうちょっと上から入っとかんと入ったというのが分かるじゃない。マクドナルドチャリティーズジャパンで表彰されました。そうそうそう、それがね、こう新しく、こんなに進化しようと、進化してますよ。
大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、この人数しかいないんですからもう、はい、いいです、今日は初歩的なこと、もう逆に言えば、あの要するに素晴らしい、もうそれでいいんです、それでいいんです、それでもう、もうとにかく今日ここに帰還しちゃうこと自体でもう素晴らしいんです、うん、本当に、そう、恥ずかしいと思わんで何でも言ってください、あの、はい、そう、あのね、お茶のお稽古あれにもありますよ、利休百姿ね、恥を捨て人に物問い習うべし、これぞ上手の元になりけるって言ってね、そう、いやいや、そうなんですよ、そうそう、そう、だってもう知ったかぶりしとったでしょ、ただね、ただここは分かってるふりしないといけない、かまかけられとみたい な, なんかすごい場面があったりするじゃないですかね、そういう時はそうしとかね、分かりませんみたいなこと言われても困るけど、ここはね、ここは分かりませんでも自分の自分がもう分からないっていうことをね、聞きまくったことで、私はね、演者さんに聞きまくったから、それで、ね、覚えていただから、聞き直ることが大事、そう、はい、そう、だけど自分が今何も分からんけん、もうとりあえず来てみろっていうことがもう、どうだ、どうだ、どうだ、来た、ここ入りました、これ、あ、入ります、何を聞きたいって言ったの、私、グーグルさんの中で、表に出ないってあるけど、グーグルさんの中で、じゃあいいよ、もうね、自分で検索するとここで、ここで、そしたら、でもね、検索慣れとった方がいい、それは、ここで、何を検索するかは人それぞれやけど、検索力はつけとった方がいい。あの便利よね、辞書を引くよりももうね、もう便利で、これに載ってないものは専門書で調べないかんことあるんですよ、確かに、これじゃちょっとよくわからない、ね、ほぼわかります、お花の名前なんて画像検索で出てくる時代ですからね、何の花よりパートもね、そしたら、いやでもね、知識があったら、いやこの花それっていうかって違うんじゃないとかいう話をできるとかね、うん、基礎知識は必要やけど、入り口としてはどうか、いや今日ものすごく新玉ねぎがめちゃくちゃあるけん、何かあるかなと思ったら新玉ねぎレシピがいっぱいあって出てくるとかね、いや、グーグルすごい便利だね、いや、グーグルいいよ、ヤフーはね、絶対中国系だけどね、まあまあ、いや、なので素晴らしいガーファムなわけですよ、だからやっぱりね、アメリカってすごいなみたいなね、やっぱアメリカって花のことが出てこない、やっぱね、そういうことなんですね、あのですね、あ、皆さん結局ね、あれですよ、新聞みたいにちょっと色があるわけです、検索エンジンに、うん、っていうことです、で、Google の方がやっぱりそういう、こう広く、まあ、いいとは、そうそうそう、なので、中国系の人が見たのは悪い、そういうことです、なので、ほら、ちょうど自分がどの新聞を読むかとか、自分がどう、なんていうのと同じように、だんだん色がついてきたってことです、はい、だから全然構いません、はい、そのことでどうたらこ、行きましたか、いいですか、いいですか、いいですか、ということで、さっきの質問、さあ、いいですか、はい、じゃあ、あの黒いのは何ですか、 X、 あ、も、元の名前は、どうやった、そうそうそう、じゃあその真ん中は、あ、はい、真ん中、そうです、そうです、どうして、はい、ということです、はい、ということで、ちょっと、あ、その前にちょっとページが今どうなっておくのちょっとせっかくだし、あ、これですね、新しく入ったコーヒーでニューマークが作るようになりました、こうやって、うん、更新されましたって意味でね、ニューマーク、そしたらほら入ってきやすくなるでしょ、だけどここの中で新しく更新しましたよっていうのはこういう印にしてもらうようにしました、うん、の方がね、分かりやすいということで、っていうので、このように女性会がこんな風な、あの、また今からまた少し変わっていきますけど、まあ、あ、で、どんどん入れてるっていうのはこのここからです、こんな風に、このここはレイナさんが昨日あのあレイナさんが挙げたんですね、挙げたちを口に言って挙げて、そうなので、まあ出してもらいたい写真とかロゴとかがね、こんな風にいただくと、でしかもほらこんな風にもらうとこんな風になりますよってことです、要するにここからレイナさんのページにも飛ぶわけです、あのここを押したらね、レイナさんのホームページに飛ぶってことです、はい、っていうので、まあ、ちょっとこうずっとチラーっとほらスクロールしてもらうと、ほらこうやってほらね、ずっとこんな感じでね、たくさん、そう、それで、まあ、うちも出させてもらってます、こんな感じで、はい、っていうので、皆さんぜひずっと下ですよね、うん、ずっと、でもこれ整理します、うん、まずちょっと今ね、こんなずっと長いのってちょっと疲れるから、ちょっとこれはまた改良しますけど、まあ、要するにかくロゴと写真を3枚と、あの、要するにお店の紹介なんかをね、あ、ということはこっち来られてください、こっちいやいや、あ、それか、まあ、協力し合うという意味ではそこがいいかもしれないけど、
あのここにね、あのここにその字入れていこうかっていう話で、でもここを押したら牧原さんのラリーの効果の商工会議所をここにずっと入れていこう。そこですか、九州の、九州の、いやまあそれはまた、うん、なので、まあまあ、ホームページの見方はね、あだけどね、逆にだんだんですねご覧になるようになられたら、もうちょっとこんな風にしてもらうと見にくいよとかいうのはね、意見も欲しいんですよ。はい、だってほらみんなそれぞれじゃないですか、みんなそれぞれなので、特にあのなんていうかな、あの慣れてる人間よりも慣れてない方が見やすいっていうページがいいわけですよ。そう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 、そうです、そうです。だから広くいろんな方の意見が欲しいという意味で、そうこれちょっともう辛いですとかね、こうでこれよかったねとかね、だからいうのの意見をいただきたいので、このゲームを見に来てほしいという意味で勉強会をしたいなと思ってるんです。こうやってですね、まずはなので、あのホームページは今みたいに検索して、その割れするともう出てきやすくもなるんですけど、あの、まあ、ホームページから飛ぶというか、なんかあれじゃないかと、このこんなのから飛ぶみたいなのにはしてませんでしたかね、なんかこのホームコードは作ってなかったかな、作ってるけどみんなにあげてるけど、ああ、うん、なるほど。というので、まあ、QR コードから飛ぶっていうあのやり方もあるけど、まあ、とにかくあの福岡商工会議所女性会で検索するとこうやって出てきます。はい、まずですね、サファリで iPhone の人はサファリで検索するとお気に入りに入るんです。そう、勝手に自分が一遍検索したやつって下に出てくるようになりますから、もう、あ、そう、でもずっと検索しとったら福岡商工会議所とかで検索したらもう女性会まで出てくるようにもなりますもんね、今みたいに自分のもう、あの、なんていうかな、ね、検索するとその文をね育てるみたいな感じになっていくんです。覚えるっていうか、もう大体傾向が出てくる字とかもね、ずっと使いよったらもうその字がこう出てくる。そうですね、はい、そうそう、なのでそういうのはもうある意味慣れていただくということになります。あ、はい、どうぞ、あの大丈夫ですか。あ、大丈夫。じゃあ、初心者だから、福岡商工会議所女性会で検索をしていただいております。今、はい、検索、案外それかね、それか今ですね、一生懸命文字入れたでしょ、声で入れられるんですよ。あ、そう、それは知ってるけど、ね、あ、やって入れたことがないと思う。おお、いや、それは知ってない。ほら、そこで言ってみて。ここね、緊張せんでいいよ。緊張図ですね。あ、でかもそれほら今音が入ってしまう。音が入って。今の緊張図。そう、緊張じゃなくて、もう一回、うん、あの今のここで、福岡商工会議所女性会。あれ、なんで出てくる？ちょっとあれ、どういうこと？よっ今音声で言われてる。いや、あの、だいたいね、孫がいつもこの頃読み取るけんね。ちょっと、あれ、あ、これさ、なんか違う、おかしいね。あ、ただね、なんかね、Google アプリをまた私、なんか入手してないとか。Google でこれを押してね、福岡商工会議所女性会。うん、そういうことなんでしょう。それもでも入ってないとか言われて。入ってないことないね。なんかね、なんかちょっとできてないですね。今のこれがどれかな。マイクってそれ。iPhone じゃないとダメだね。iPhone じゃないとダメだか。ああ、いやでそれでね、やっぱりね、iPhone がいっちゃう。そう、iPhone が年寄りは。あ、年寄りはね、はっきり言って悪いけどね、ほら楽楽本とかね、めっちゃ難しい、こうやって。私、みんながね、iPhone はね、お年寄りダメですよと。いや、言うね、お年。いいわけ、私はね。そう、お年寄り向け、逆に、うん、そう、いやいや、だって、うん、いや、てか私も年、もうだって私ももう何年かさ60ですから、もうシニアに足かず言っとっちゃうけど、もう私とかも iPhone やけんやりようと、うん、だからほら、なんていうと漢字がわからんかったりするじゃないですか。だから音声労力って言ったらね、福岡商工会議所女性会って言ったら